どうもありがとうございます。3つだけ、原子力と火力と熱と、簡単に。原子力は特にアジアの中で、工業国家を目指す新興国は原子力を捨てないと、原子力を選ぶ国が多いということを考えると、この5期ではより明快な位置づけを行うべきだと。ある意味ではリプレースも含めた技術ができるか否か、そこら辺も含めて考えていく必要があるんじゃないかと。で、特に欧米を、特に欧米とか欧州を見ますと、先ほど文化会長もおっしゃっておられたと思いますけれども、見事なほど我が国の 3.11 と同じ電源ミックスのような形になっておりまして、一定規模の、ミックスになっていると。アメリカもそうですね。で、イギリスだけは別に、また同じイギリスだけ、一国だけで同じようなミックスになっていると。で、これがやっぱこうならないと、歪んだ形のミックスを推進しますと、国際競争力が一挙に落ちてくる可能性があるということも、我々は考えなければいけないと。ですから、そういう意味でミックスを考えるということは、安全性を担保するということになりますので、安全性イコールリスクマネジメントと。で、リスクマネジメントのしっかりした国というのは、国際競争力もしっかりしていると。で、欧米が100としますと、リスクマネジメント国際競争力100としますと、日本は50で国際競争力が100という位置づけなもんですから、そういう意味ではこのリスクマネジメントを明確にする一つの、極めて重要な、この原子力の安全性に関しては重要な視点だろうと、こういうふうに思うわけです。それからあと、今大学によりまして、先ほどうちはもう勤めております東京工業大学は先導原子力研究所という研究所を持っておりまして、で、人材育成の観点で一つだけ申し上げますと、総合工学ですから、理学工学から、学生来るわけですね。で、特に物理系の学生がすごく減ってきて、増えているのはどこかというのを調べてみましたら、化学系の学生が行く場合が多いんですよ。で、なぜかと聞きますと、大体、福島を含めた東北地域からの学生がセシウム等の土壌汚染をうまく、その自分のふるさとを早いとこをその汚染処理をしたいという、そのふるさと志向というかですね、そういう学生が化学系からはたくさん、来ておりまして、比較的短期的な処理 その原子力テクノロジーに特化しているということが言えると思ってまして、人材育成としては非常にそういう意味では根源に接するような技術開発をやっているわけではないということが明確に言えるということも含めて、この政策上の位置づけがないと、やはりアドバンスの、テクノロジーを生むことはできないんじゃないかというふうに思います。で、火力ですけれども、石炭はもう確実にこれから100年は残ってきますので、そういう意味では石炭の高骨利用、あるいはクリーン化テクノロジーということはもう極めて有効で、発電所で大型になった場合にはもちろんガス化というプロセス、ガス化のプロセスで CO2 のプロセッシング CCUS はできる可能性が十分ありますので、そういう意味ではガス化プロセスということを技術的にはより明確に結びつけていくと。で、もちろん石油も同じように石油のガス化というかですね、もちろん液体でいろんなものを取り出していくわけですけども、最後にコールタル残りますから、ボトムレスのグリーンリファイナリーというふうな観点からガス化というのは非常に重要になってくるだろうと、こういうふうに思っています。あと、この中に分散型の電源というのはガスエンジンにしろ非常に効率が高くなっておりますので、そういう意味では大規模分散型という位置づけもこの火力の中には位置づけていく必要があるんじゃないかというふうに思いました。最後に熱ですけれども、熱はやはり出前の距離しか運べませんので、蒸気で2キロと言われているわけですね。だから2キロの中でうまく融通するためにはどうしたらいいかって、やはりそんなに距離が長いわけじゃありませんから、熱導管の位置づけということが極めて有効になってきて、地産地消、面的利用、こういうところをやはり充実すると、俗に言うスマートコミュニティ、スマートビレッジというような考え方を、やっぱり一体的システムオブシステムズをどうやって導入していくかということが、インフラに求められていくんじゃないかと、こう思います。以上です。はい、それでは吉川委員の。はい、まずこれだけたくさんのテーマをこの時間で1人3分とかって言われますと、ちょっとだから会議の設定自体っていうか回数の設定なのかもしれませんけど、そこに問題があるんじゃないかと思います。1点です。
で8月の会議で、前ミックス決めたときに比べてパリ協定も発足したし LNG 価格も下がったし、それから独占低減量として期待された文字も廃炉になって大きく条件変わってるのにミックス基本計画の枠組み変えないのはおかしいと申し上げましたけども、さらに言いますと基本計画それ自体あるいはミックスそれ自体に問題があったっていうところも見落としちゃいけないと思うんですね。現在の原発20から 22% っていう数字、しかも政府が言うようにリプレースを考えねでやるとすると延長しかないわけですけども、2030年に40歳を超える原発の福島第二を除く20基のうち12基から15基を60年以上しないとこの数字は出てこないわけで、つまり6割から7割5分を延長する規制委員会の頭越しに、これがその原子力依存度を可能な限り減らすという安倍内閣の公約と合わないことは明らかだと思います。それから再生の22から24も最大限導入するって公約と比べますと、明らかに低すぎるとこういうふうに思います。すでに14基廃炉になってますが、多分25基から30基、30年までは原発廃炉になると思いますので、その送電線を活用する、あるいは現在の送電線でも実質的な空き容量がたくさんあるわけで、それを活用するっていうような枠組みをやれば太陽光風力についてもうちょっと増やせて 30% いくのではないかと思います。とはいえですね、原発と再生合わせて電源で 44%、 火力が 56% です。一次エネルギーでいうと原子力と再生で 24%、 化石エネルギーが 76% ですから、エネルギー政策の根源はむしろ化石燃料の方にある、その割にはちょっと扱いが小さいんじゃないかと思いますけれども、ただ化石燃料といった場合最大の問題は CO2 の問題が出てきます。ところがですね、2050年に GHG を 80%、 つまり12億トンの 80%、 9.6 億トンを日本のヘゲモニーで世界で減らすとなったら、最も有効な政策は化石燃料周り、石炭火力の技術移転であったり、鉄鋼のセクター別アプローチであったり、あるいは化学の LCA であったり、海外で世界で地球温暖化問題ですから日本温暖化問題ではないので、この 9.6 億トンを減らそうとすると化石燃料がむしろど真ん中に来る。そういう意味で日本の石炭火力の技術が最高峰なのは当然です。なぜならこれだけ石炭使っててほとんど輸入してますから、なるだけ効率よく使おうと思うから、長調臨海圧も IGCC も IGFC も日本で生まれるわけで、日本が世界の石炭の R&D センターになっている、ここを見なければいけないと思います。とはいえ 26% という石炭は多すぎると思います。なぜならば石炭火力は多すぎると思います。なぜならば環境の問題ではなくて経済性の問題です。すでにメガソーラーがかなり入ってきて需要減退期になると、原発と石炭だけのベースロード電源の出力調整しなければいけなくなっています。これ出力調整は技術的に可能ですが、やった瞬間に経済性が大きく落ちますので、やはりベースロード電源に LNG 火力を入れざるを得ない。LNG 価格が下がっているところも見て。そうなってくると、火力の方の電源ミックスも変えて、LNG 火力 27% を 33% 程度に拡大し、石炭火力の 26% を 20% 程度に下げるべきではないかと、こういうふうに思います。で、今の電源の話ですが、一次の方は相変わらず最大は石油なわけですね。一次エネルギーで見ますと、その石油、EV の脅威、あるいは LNG バンカリングの脅威っていうのが迫ってるわけです。それに対して日本の石油産業が従来型のガソリン中心のビジネスモデルでやっていけるわけはないので、どういうこれからその日本のエネルギー専業セキュリティ考えたときに石油産業を再構築していくかという議論を直ちに始めなければいけないと思います。多分ポイントは海外への展開、科学への展開ということになると思います。その海外への展開という点で注目すべきは LP ガスで、 LP ガスはすでに 3.11 の時の中東依存度 90% を 60% まで下げました。今年度の輸入ではついに中東よりもアメリカの方が多くなる、こういう実際の変革をもたらして、民間備蓄を50日から40日減らしたことによって 9% の民間の LP ガスタンクが開くわけです。そうすると天然ガス市場戦略よりもよっぽどですね、 LP ガス市場戦略、世界のハブとして日本の LP ガス
のタンクを使うってことが可能になる。その LP ガスが東アジアでものすごい勢いで需要が伸びていて、現実に日本の企業がたくさんそこに進出している。ここに対してやっぱりきちんとした政策を打たなければいけない。いずれの点から考えても基本計画は根本的に見直して新しいミックスを作らなければいけないのではないかと思います。50年の見通しではそういう大事な化石を使っていくためには絶対に CCS は外せない。先ほどの海外でのセクター別アプローチ、あるいは CCS、S は外国でないと基本的にはできないので、やっぱり二国間クレジットということを真面目に考えなければいけない、そういう時代ではないかと思います。以上です。あ、伊藤委員。ありがとうございます。製造業、中小企業の立場から言わせていただくと、やはり、エネルギーが常に安定的に供給されることがすごく大切なのと、原発に関しては私は全く反対ではなく、当然何でも老朽化していくと効率が逆に悪くなっていくので、リプレースということもあっていいんではないかと思います。で、最も懸念するのがやはりこういう原発の技術にまつわる人材が減ってきているというお話です。やはり 3.11 を経験した日本だからこそ、長けている人材をしっかり教育していかなければ、当然他の国で原発を継続しているところに、日本から人材を輸出していくというか、日本のノウハウを共有していくことによって、世界全体の、安全に何か、協力できることがすごく大切なんではないかと思います。それからやはり海外にたくさんのエネルギーを依存していることで、今後はコストの変化にどれだけ製造業が対応できるかというのも非常に怖いです。これは完全に高くなりすぎてしまうとグローバル競争に負けてしまうことになりかねないからです。それから何人かの方が石炭の話をしていましたが、アメリカなどは石炭から違うエネルギーにということで、石炭を扱っているサプライヤーからは仕入れないとかいろんな動きになるであろうというのを何かで読んだんですけれども、これだけ日本の石炭技術が、他の国より長けているのであれば、これはどん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 他の国に、教えていく。当然インドや中国などは石炭をこれからも使い続けるわけで、そういった国々への環境負担を減らすようなことが日本が率先してできれば、日本の競争力というのはまた違った意味で、長けるのではないかなと思います。それからちょっと原発の話にまた戻ってしまいますが、国民からの理解が得られないということですが、どれだけ国民が正しい情報を得ているかというのを考えてしまいます。やはり一部、角度を変えて情報を伝えてしまって、結果的に誤った情報ばかり言ってしまうこともあるので、当然、エネ庁さんからも発信していると思いますが、多分それを理解できていないのであれば、もっと分かりやすい情報の発信力というのが必要なのではないかと、思いました。以上です。はい、それでは工藤委員。ありがとうございます。前回もだったか申し上げたと思うんですけれども、将来のあるべき姿を示して、イノベーションを推進していくということはとても大事だと思うんですけれども、現状を考えますと、やはり 3E プラス S、産業や国民生活維持の観点からは、一つのエネルギーに頼るということはできないと考えますので、本日ご説明いただいた施策をしっかり実行していただくということが、まずもって大事ではないかというふうに考えております。でその中で今日温室効果ガス 26% 削減に向けた施策の一つとして非化石価値取引市場についてお話しいただいたので、その点についてコメントさせていただきたいと思うんですけれども、電力需要化のニーズも、ここもと非常に多様化しているというふうに感じておりまして、非化石電力の需要化や、消費者にとっての選択肢を広げるために、非化石価値証書がですね、よりよく活用されていくということが大事だと思いますので、この市場の設計というのをどうやっていくかというのは大事、非常に注意深くやる必要があるのではないかと思っております。需要化の、ニーズの多様化という観点ではですね、世界的な ESG 投資の拡大などを背景にいたしまして、CO2 ゼロ等の長期の環境目標を上げる、国内の企業も多く出てきているというふうに思います。現状需要化消費者が自らの温帯法上の CO2 排出量報告の数値を引き下げる手段として、J クレジットやグリーン証書があるわけですけれども、今後多くの需要化が、こういったものを買っていけばですね、これらが枯渇するということも考えられます。このような中、非化石価値市場ができれば、非化石証書を購入した小売電
規事業者がです、小売事業者がですね、CO2 排出係数を低減した電力を販売していくことで、需要家の環境目標達成の選択肢が増えることになると思っております。またこういったことに対応していけば、非化石市場の取引活性化に活用すべきでありま、取引活性化にもつながりまして、結果としてフィット付加金の国民負担の軽減効果もより期待できるのではないかと思っております。で、目を配るべき点として2点なんですけれども、需要家としては温帯法による排出量報告だけではなくて、ESG 投資を行う海外の投資家を意識した環境経営において、例えばカーボンディスクロージャープロジェクトのような国際的な基準にのっとった形で排出係数を下げたいというニーズも高いと思われますので、こういった市場を作る際にも国際基準に準拠したルールで整備していただければ、より市場が活性化するのではないかと思います。また2点目といたしまして、非化石証書を活用して排出係数を下げた電力を小売事業者が販売するとなればですね、非化石証書の取得コストを上乗せした電力コストになるはずですので、これが過剰に上乗せすることがないように、制度設計をしていただきたいというふうに思っております。以上です。それでは秋元委員。はい、ありがとうございます。3点申し上げたいんですけども、1点目はずっと議論しているようにですね、大きな流れとしては CO2 排出削減に、大幅な CO2 排出削減に世の中が向かっているという大きな流れを踏まえる必要があるんだろうと思います。で、そういう中でやはり私としては、その原子力っていう位置づけは日本においてはやっぱり維持せざるを得ないんじゃないかなという思いがあります。で、その中で今日ご説明いただいたようにですね、原子力の人材がなかなか集まってきていないと。そうすると長期的な中でですね、この原子力と CO2 問題というものをですね、解決する一つの手段としての原子力ってものが非常に懸念があるということを言わざるを得ないかなというふうに思います。そういう中でやはりそのエネルギー政策っていうのは長期の経営が必要ですので、原子力に関する位置づけって部分に関しては、国民的な議論はですね、非常にいろいろあることはもちろんよく分かっているんですけども、その中である程度ですね、大きなところを見ながらですね、進むべきところは進むべきじゃないかというふうに思います。で、2点目、これも先ほどから少しもう意見が出ておりますけども、石炭火力の問題です。で、先ほど申しましたように長期的には CO2 を大きく減らしていくってことが必要なので、私もですね、石炭火力も減らしていくべきなんだろうというふうには思っています。ただ資料でもあったようにですね、やはりその移行が重要で、どうやってそこに向かって、軟着陸していくのかという移行の戦略が重要なんだというふうに思っています。で、そうしたときにやはりこれまでも議論があったようにですね、日本の非常に高効率な石炭火力っていうものは、特に国内もそうですけども、海外に向けてですね、その石炭火力の位置づけ、そして石炭火力によって大幅に CO2をですね、減らせる余地があるということは認識すべきだろうと思います。これは何かと言いますと、今現実に起こっているのは、先進国はですね、石炭火力への融資をやめようとかですね、そういう動きが起こってますけども、今は中国やインドだってですね、非常にお金を持っていてですね、全然中国やインドは他の東南アジアの途上国にですね、融資ができるわけです。そうすると結局他日本等がですね、支援しなくてもですね、むしろ、効率の悪い中国の石炭がですね、他にいっぱいできてしまっているというのは今の状況で、そうすると日本がやるよりもですね、CO2 はたくさん出てしまうわけですね。そういう現実を踏まえて、理想はあるんだけども、そこに行くトランジッションの中でですね、現実でどういうふうに実効ある排出削減を行っていくのかという視点は絶対に必要なんだろうというふうに思っています。で、最後3番目、熱についてですけども、この資料、簡略に書かれているんですけども、ただ CO2 を大きく減らしていくってことは、特にその化石燃料をたくさん使っている熱の分野でも必要で、そういう中では長期的には電気へのシフトっていうことは非常に重要なオプションなんだろうというふうに思います。ただその熱のやっぱり使い道っていうのは、やっぱりここに資料にもありましたけども、温度帯によっていろいろあったり、典型的な例は鉄鋼部門でございますけども、電炉法というものはあるけども、高炉でないとですね、
うまくいかない部分もあると。しかも技術的に解決できたとしてもですね、別の面でやはり鉄のスクラップの出方の制約があったりすると、我々の分析ではですね、やはり世界の鉄の需要っていうのはまだ増える、日本は飽和して下がっていきますけれども、世界の鉄の需要が増えていく中で、その鉄をどうやって供給していくのかという問題がある。で、増えていく中で鉄のスクラップの出方も制約があると、どっかでやっぱり高度法でですね、やっていかないといけないというところがあるときにですね、そのあたりの、戦略っていうことを考えるとですね、すぐにですね、なかなかやっぱりそこを減らすっていうのは容易ではなくて、 80% 削減という目標、理想はあるけども、現実のところのですね、そういう制約ってものも踏まえて、日本の産業がしっかり競争を、国際的に産業を競争できてですね、日本の経済基盤をしっかり維持できるような戦略ってものは必要ではないかというふうに思う次第です。以上です。それでは松村委員。すいません、私前回前々回で出席できなかったものですから、本来そこで言うべきこともちょっと言わせていただきます。まず、最初にもありましたが、これは2030年を目指しているんだけど、2050年なんてもうすぐ、今から石炭火力発電所っていうのを計画して、もし建てたとすれば、それは自然体に動けば2050年も動いてるっていう、こういう状況になるわけなので、今の政策っていうのは2050年にも圧倒的に影響を与えるということを認識した上で、それで、その2050年の目標を邪魔をしないようにっていうことは、少なくともそのここでも考えなければいけないことだと思います。この点であらゆるところでの議論っていうのが出てくることを期待しています。次ですが、再生可能エネルギー22から24っていうのが小さすぎるという意見はあったかと思いますが、もともと出てきたときになぜこの数字しか上げられなかったのかっていうと、私はひとえにコストの問題だと思っています。で、これ以上大きくするっていうことをすると、特に系統対策コストとかいうようなことを考えて、とてもあの国民経済持たないという、こういうことでこの制約が出てきているっていうことを考えれば、このコストを下げるいうことが、より高い目標を上げるためには不可欠であり、逆に言えば今想定しているよりもコストが高くなるんだったら下げざるを得ないという、こういう状況なんで、これを下げるということがとても重要だと思います。それに関連してすぐ言います。で、その次に今回のに関連して、最後の58スライドっていうのが一番分かりやすいと思うんですが、全般的にそのこの58に限らずですね、出てくる数値っていうのは、大きな数値はともかくとして、その内訳として出てくるこういう類の数値、燃料電池がどれだけだとか、ヒートポンプがどれだけだとかっていうのは、これはここでも正しく書かれている通り、ミックスの目標っていうか、想定導入量だっていうことは、きちんと考える必要があると思います。どういうことなのかというと、これ国がお墨付きを与えたんだということで、ここに到達するまで、燃料電池が530万台に到達するまで、ある意味で国が補助金くれるんだなどというようなこと。で、逆に言うと業界としてはここに大きな数字を書き込んでほしいというようなロビングを必死にするなんていうのは、どう考えても健全な姿だとは思えません。これは530万っていうのは、業界団体も含めてみんなが努力して効率的にしたいう結果として、これぐらい言ってほしいというこういう数字を言っているだけであって、コスト削減だとかいうようなことを怠れば、当然ここまで到達しなくなり、別のもっと効率的なものに置き換えるということになるんだろうと思います。他のあらゆる数字についてもそういうことはきちんと認識する必要があると思います。その上でここで正しく課題って書いてあるんですが、私はその燃料電池にしてもヒートポンプにしても、コストを下げるということも重要だけれど、付加価値を上げるということも当然出てくるんだろうと思います。どういうことなのかというと、さっき系統対策コストということを言ったわけですけれど、ヒートポンプだとか燃料電池だとか、需要側、あるいはその分散型の発電側というので、系統対策コストを下げるためにもいろいろ使えるはずだ。で、そういう技術革新というのをして、付加価値を高めていって、こういうのの普及率を上げていくという、こういう発想もとても重要なのではないかと思います。その意味で、その2つ前に行って、56スライドのところで、産業の電炉の話も出てきましたが、残念ながら日本では電炉の技術っていうのは製造業大国と言いながら世界のトップではないと認識しています。技術っていう点でも、でこれは、製造業の責任だっていうよりは、そもそも電気代が高すぎるということが問題で、電炉だとかに技術化開発をものすごくやったとしても競争力っていうのはあんまり生まれそうにない、そういう状況下で技術革新だけしろって言ったって難しいということは分かるんですが、電炉のようなものっていうのは不需要期っていうのに集中して使って、需要期には
抑制する、あるいは使わないなんていうようなやり方だってできるわけで、ある意味で系統対策コストというのを下げるための切り札にもなりうるようなもので、こういうようなものが高い電気代の結果として次々と倒れていくっていうようなことになると、全体としてすごいコストの高い構造になってしまう。私は例えば北海道電力だとかの高い電気代っていうので、そういうことが起こってんじゃないかっていうことを本気で心配しています。でこれに関してはですね、不需要期にコストは、本来社会的なコストが非常に安いところで高い電気代を負担させられるっていう、こういう状況を根本的に変えていかないと、技術革新だとかっていうのにも結びついていかないと思いますので、小さなことのようですが、そういうこともきちんと考えていただきたい。次に石炭火力発電所ですが、もう昔からずっとですね、日本の高効率のものを世界に輸出して、これで炭素排出量を減らす、そうしたら世界の温暖化対策に寄与したんだから、これでクレジットよこせとかっていうようなこともずっと主張しているんだと思うんですが、全く実現しないわけですよね。これ、まあ、ある意味で国際的には受け入れられなかったと。で、昔もそうだったんだけど、今はもっと状況は厳しくなっているんじゃないか。日本の技術によって炭素排出量を減らしてるっていうんだけど、でもガスとかに比べればやはりまだ排出係数高いというのはその通り で、本来なら日本が助けに行かなければ別のものにリプレースしたのにもかかわらず、その結果として石炭火力が生き残ったなどということになったら、むしろ国際的にはですね、日本は二酸化炭素の排出を増やす元凶だなどというようなことを言われかねないという、こういう状況になっているということはきちんと認識すべきだと思います。で、今現在でもプラスとマイナスというのは両面じゃないか、本当にプラスというのが将来期待できるのかということをきちんと考えてですね、これを推進することが本当に国益になるのかということは、これからちゃんと考えていく必要があるのではないかと思います。から最後、原子力に関してです。リプレースあるいは新設というようなことについて議論が出てきていると思いますが、まあ、それは2030年あるいは50年を目指せばそういう議論をしなきゃいけないというのはよくわかるんですが、でも実際足元見てください。大間だとか島根3号機だとかっていう、まあ、ほぼほぼ完成しているようなもの、明らかにそれ今から新しく作るよりもそっちの方がコストが低いに決まっていると思うんですが、これすら再稼働っていうのはもう全然できない、見通しも立たないような状況だという、その足元をちゃんと見て、で、地に足のつかない議論、そのもう到底一足飛びにそこにも行けないようなところではなく、むしろ社会的需要性が低くて推進ができないということであるとするならば、それは何が誤解なのかということをきちんと考え、どうしてこんなところも進まないのかという、そういう地に足のついた議論をするのが先なのではないかと私は思います。以上です。はい、増田委員お願いします。はい、私はこの現在のエネ基を大きく、変える必要はないというふうに考えておりますので、原子力についてだけ、時間もないようですので1点だけ申し上げたいと思います。ちょっとあれですね、それは核燃サイクルについてのことなんですが、現在のエネ基でこのサイクルについてどう記述されているかといいますと、この核燃サイクルについては6カ所再処理工場の竣工遅延が続いてきたと、このような現状を真摯に受け止め、これら技術的課題やトラブルの克服など直面する問題を一つ一つ解決することが重要であると。で、まあ、私は大きく変える必要がないということと同時に、やはり記述されていることがきちんと実行されているかどうか、これを真摯にやはり見ていくべきで、そうしますと、まあ、先週24回目になるんですかね、3年ほど観光を延期すると21年度上期までということなんですが、したがって今私が申し上げましたエネ基の記述とは程遠いというか、むしろ逆に悪化しているんではないかという気がいたします。でもう3年延期して、その間にきちんと対策を取れば観光完了に、なるんだと言ってもですね、同じ人が言ってももう誰も信用しないというかですね、これまで最近の延期についてほとんどこう責任もきちんと取られてないような気がしますので、先日も非常用電源の建屋に雨水が流入して、規制委員会の審査が中断したという報道も拝見しましたんですが、やはりその抜本的にですね、このサイクルの一番
その元になっている再処理のこの日本原燃についてですね、こういう体質改善をしていかないといけないのではないかと。今動かした経験のある人たちも相当その年齢が来てやめてってるっていう話も聞いているんでですね、私は改めてこうしたことを思います。ちょうど2年ぐらい前でしょうかね、1年半か2年ぐらい前に使用済み燃料の再処理機構を作るその関係で、日本原燃の人のヒアリングとか、あるいは別途私も東電で、仕事してたんでですね、社外やってたんで、その時も責任者呼んでいろいろ話を聞きましたが、やっぱりその体質がですね、無責任というか、その結局電力事業者にこの問題をもっときちんと責任を持たせないと、まあこういうと大変恐縮ですが、2000級の人たちが出てってね、今お茶を濁しているような形なんで、私はやっぱり新しい組織に入れ替えないと、このことが結局いろいろ申し上げましたけど、エネキの中でね、核燃サイクルということを続けていくということを謳っているわけですが、今のままだと直接処分のような話がですね、出てきかねないような、まあ、そういう問題だと。要は冒頭言いましたように、今の現在のエネキで記述されていることがきちんと実行されているかどうかということを点検をして、で行うべきことをきちんと行っていくということが、私は今一番必要なことではないかということで、あえてこういうことを申し上げました。はい、それでは山内委員。私も簡潔に、申し上げたいと思います。まずその三位達成ということで、まあ、どういうことかと考えると、エネルギーをすべての需要家に安定に安価に届けると、でそのエネルギーが質の良いエネルギーであること、まあこれに尽きるんだろうと思います。でそれでその質の良いエネルギーというのは何かというと、そのエネルギーを他のエネルギーにとって変わる時のリスクが小さいこと、でそれから環境への適合性がいいこと、まあこういうことだと思います。でそういう観点で言いますと、現在ベースロード電源として、石炭、原子力、水力、地熱と挙げられていて、でそれでエネルギーの長期需給見通しの中に書かれている、割合というのは、ほぼ原子力と再生可能エネルギー、それから天然ガス、それから石炭石油、大体4分の1、まあ、大雑把に言うとそれぐらいの割合になっていて、でまあこれは、ベースロード電源をある一定値確保すると、それからある特定のエネルギーに過度に依存しすぎないという意味でバランスの良いものだろうと思います。でもう一つ、まあ、それで 3E プラス S はこういうことなんだと解釈するわけですが、もう一つ重要な視点は、この観点が長期的にきちんと継続可能であることと、維持可能であることと、それが重要なポイントだというふうに思います。でそこで4点ほど申し上げたいんですが、1点目が、安全と、まあ、3E プラス S の S の方ですが、これは原子力についてが一番のポイントだと思いますが、規制基準への適合性を確実に行うことで、それから、リスク管理者がリスクガバナンスの体制をしっかり構築すること、まあ、これをもうしっかりやっていただくと、でリスク管理をやっていただくということに尽きるわけですが、それと含めてこの中に社会的信頼の獲得というのが課題として書いてあるわけですが、最近の状況今日思えば、安全というのはやはり一つの重要なポイントは国民から理解されることであり、でその中で今の司法の裁判の問題ですね、司法のああいうリスクがあるということは、やっぱりそこがうまくいってない部分があるんだというふうに感じるわけです。ですからぜひその安全ということは、もちろん技術の安全もそうなんですけども、その、もう少し社会からの見方も含めた幅広い見方で政策としてしっかり出していくと、できちんと公弁すべきところは公弁すると、でしっかり事業者にとってやっていただくべきことはそれを求めると、まあ、そういう姿勢が重要だというのが1点目かと思います。それから2点目ですが、今2030年の20から22という原子力、すでに何人の方がおっしゃってたんですが、このまま今申請中の
プラント全部で21基ぐらいですか、すべて動いたとしても、あるいは40年、超えないプラント動いたとしても、おそらく稼働率にもよるんですが、10% 台半ばということだと思います。で、ましてやそれを長期的に、この政策を維持できるようにするということを考えると、新設ということを考えざるを得ない。で、日本の場合には、イギリスはですね、新しく原子力を始めるにあたって日本の ABWR を選んだわけですね。で、 ABWR は柏崎刈羽、志賀、それから大間、島根とあるわけですが、言ってみればそういうプラントというのはいろいろな安全対策をビルトインで最適化した形で持ち込めるわけで、これは決して見捨てるべき話ではなくて重要なオプションだと思います。これが2点目です。で、それから原子力の問題なんですが、今60年運転というのが一部のプラント認められてますが、廃素地も含めると、結局80年100年と、そういうライフサイクルになるわけです。で、それを思いますと、やはり相当長期的な観点でいろいろなことを考えなきゃいけなくて、核燃料サイクルにつきましても、それぐらいの時間のオーダーでやっぱり書くべきことは書かないといけない。で、そうしますと他のエネルギー源とだいぶタイムスパンがこう変わってくるんだというのは一つの大きな特徴であると思います。で、それをどう今回基本計画の中に入れ込むかというのはしっかり議論すべき点で、最後にその人材技術という話ありましたけれども、あるいは、産業の維持ということもありましたが、実は原子力の開発利用というのは発電技術だけではなくて、例えば BNCT のような、治療ですとか医療、あるいは産業利用といったいろいろな幅広い分野がありまして、そこを技術人材あるいは地域の振興ということも、支えているわけです。で、そうしますと一体そういう問題と切り離して原子力発電の技術人材の問題あるいは原子力の利用の問題を語れるのかという疑問を思う次第です。ぜひ特に原子力についてはですね、発電というのは一つ重要な技術なわけですが、もう少し幅広いものがあるという認識を持って、議論するべきであると思います。以上でございます。はい、それでは最後になりますが、山内。はい、ありがとうございます。簡単に申し上げたいんですけれども、まずエネルギー基本計画の性格そのものについて私の思ったところなんですけれども、ある将来の一時点でのですね、例えばエネルギーの在り方、電源構成の在り方も議論するわけだけど、それがあるべき姿なのか、あるいはリアルにそこに到達するそういう本当の計画なのかって、そこのところの何て言いますか、曖昧さっていうのはちょっと残るというふうに思ってます。で、それは今何人かの方がおっしゃって、例えば原子力20か24っていうところを具体的にどういうふうにそのリアルにですね、それを実現していくのかっていうか考えたときに、方向が分かるんだけれども、本当にそれをどうやってやるのかって、そういう具体的なリアリティがですね、若干ないわけと思うわけです。ただこれは基本計画ですから、ある方向を示すという意味のものもあるので、完全にリアルである必要もないのかなというふうには思いますけれども、ただリアルである必要はあると思います。そこでその原子力についてはやっぱり先ほどからも議論になっているように、信頼性をどういうふうに回復していくかということだと思います。それで、私はエネルギー原子力専門家ではないので、ある意味ではその一その傍観者といいますか、観察者として言わせていただくと、やっぱり原子力の信頼性で一番問題なのは、いろいろな方向でその基本的な方の方向性みたいなのがぶれていくとかですね、あるいはこう決めたことが変わっていくとかですね、そういったところでその社会的信頼性が損なわれるところがあるのではないかというふうに思うわけです。ですからそういったところのブレとかですね、あるいはその一度決めたことを貫徹するっていう、そういう方向が必要であるということが一つ。それからもう一つは皆さんおっしゃっているように、一つ一つが住民あるいは社会に理解されていく、そのやり方っていうのも工夫する必要があるというふうに思います。で、3つ目でちょっと関係がないと言いますかね、私自身がちょっと考えていることなんですけど、昔トヨタ自動車って会社がですね、1970年代80年代に自動車の環境単体のですね、環境対策に対して結構反対されて、社会的に不信頼を失った時期があって、であそこの経営者の方に伺ったことがあるんですけれども、その信頼回復に何をしたかっていうことなんですけど、それをやるために彼らはその自動車本体のその車両自体の圧倒的な高品質、そういう戦略を取って全社的に作ったということですね。で、そういうおかげで、トヨタ自動車が発展して97年にプリウスって車で、環境問題にまたですね
貢献する形を取るんですけれども、まあ、例えばその原発の場合の信頼性についても別のやり方といいますか、圧倒的に何か別の価値観といいますかね、そういったもので社会的に信頼を得るっていう、そういうやり方もあるのかなというふうに感じたりをしています。それから火力についてですけれども、まあ、今いろいろ議論出ましたですね、やっぱりイノベーション、効率性を追求するようなイノベーションが必要で、それが、まあ、日本のですね、まあ、国際競争力にもつながるんだという議論、その通りだと思うんですけれども、一方で、まあ、電力のシステム改革をやっていて、いろんなこうマーケットができてくるわけですよね。でマーケットっていうのはマーケットですから、これは人為的に何か形を作るものではなくて、マーケットの力 で動いていくものですね。でそうすると、そういうマーケットの力で動いていくその結果がですね、まあ、今我々が求めているようなその技術改革であったり、技術革新であったり、まあ、イノベーションであったり、まあ、こういったものを誘発するような形でなきゃならないですよね。でその意味では、そのシステム改革の中で制度を変えていく中でもですね、いかにその効率化を促すような形を取るか、まあ、こういったことを考えながらいかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。それから最後熱ですけれども、これも同じような印象を持っていまして、熱供給について、まあ、化石なのか電力なのかってありますけれども、まあ、いろいろなその相対関係の中で今その選択が決まっていると、まあ、ある意味ではそれマーケットの中で決まっているということだと思うので、まあ、それに対してある一定 その政策なり、あるいは方向性を示すことによってその区分を変えていくということになるかもしれませんが、まあ、その場合でもかなり気をつけないとですね、マーケットをねじ曲げて何かするということだと結果的にあまり、良い状態にならないということも考えるべきだというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。それではちょっと時間少しオーバーしてますんで、終了時間を5時15分ぐらいまで私が勝手に延長させていただきたいと思いますが、もしご都合が悪い方は早めに発言をされて、中座をしていただきたいと思います。私もちょっとコメントしたいんですが、私はドイツとの比較を徹底しろといった意味は、彼らは自国内での発電はかなり、まあ、CO2 の悪いレベルでも他に貢献しながら EU の中で貢献していくという姿勢はですね、我々もそこに活路を求めないとこの国はそのやっていけないんじゃないのかということがあって、私はまあ経団連で環境安全委員長の時に、国連が認めようと認めまいと二国間オフセットを日本はもう勝手に作っちゃって、俺たちはこんだけ貢献してんだということを説明すりゃいいと、それを認めようと認めまいと、そのためにはですね、本当に技術がこの日本に維持できるのかっていうのが私今一番深刻です。まあ、石炭もこんだけ今回化石賞をもらって石炭技術を輸出してるって叩かれましたけど、私はコップ行って化石賞をもらうときに胸を張ってもらおうじゃないかと、その頃は技術ありましたんでね。だから石炭も本当にこれから先技術を維持できるのかということだし、まあ、吉川さんおっしゃったガスだって今日本に技術を持ってるとしたらこれだって貢献できる。で一番の私のこの国本当に大丈夫かと思うのは、今年間2兆円ぐらい太陽光にフィット使ってますが、太陽光の技術力は全くもう日本にはありません。もう中国は圧倒的に肝心な部分全部握っちゃいました。日本の製造業も中国に工場を作って中国で物を作ってます。したがってこれこの国こんだけお金をかけて太陽光にかけてんだけど、太陽光の技術力すらないで、風力はこの前のヨーロッパの方の話を聞いても明らかに遅れてる。原子力は今はまあ持ってますけど、原子力をの技術力を維持することが本当に今のような動きの中で若い人がとても原子力をやろうとならない。そうするとこの国はですね、技術力イコール産業競争力の維持ですから、産業競争力の維持ということは、まあ、伊藤さんもおっしゃったように本当に電力コストも関係しているわけで、今のままこの続けてると本当にこの国はこの自給力も低い技術力も低いというこの悲惨な国になるんじゃないのかという、私は非常に大きな心配をしております。したがってまあとにかくその再エネ技術はじゃあ太陽光以外に何に活路を求めるのか、それから石炭とガスと原子力の技術維持はどうやったらできるのか、この辺は非常に大きな課題じゃないかなと思っております。
それでは時間もしておりますので、外務省環境省から来ていただいておりますから、 COP23 の結果報告パリ協定を踏まえた、取り組み状況について報告をいただきたいと思いますが、まず外務省から。外務省気候変動課長の石垣でございます。この度はこのような重要な機会に発表の機会をいただきましてありがとうございます。時間も限られていると伺っておりますので、できるだけ手短にご説明したいと思います。最近の気候変動分野における外交交渉あるいは国際的な動きについてご説明したいと思います。大きく分けて2つございまして、11月に行われました COP23、 ドイツのボンで行われました国際会議、それから12月に行われましたパリでの気候変動サミット、この2つについてご紹介したいと思います。まず COP23 でございますけれども、お手元の資料に掲げておりますけれども、COP23 というのはですね、実は COP24 という来年ポーランドで開催される国際会議、これが大きな枠組みとなっておりまして、そこでの議論をするというの前提としての前哨戦という位置づけでございます。大丈夫ですか？続けてよろしいございますか？はい、わかりました。従いまして COP23 において大きな決定が下されるということではございませんでしたけれども、逆に COP24 に向けてどれだけその進捗を見せられるかというのが大きな課題でございました。特に、パリ協定ができたのでございますけれども、パリ協定のですね、いわばその実行的な中の実施の枠組み、各国がどのような報告をしてそれを検証するかというものについてはまだ決まっておりませんので、これを来年までに作ると、そのための進捗、これが、この1番目の実施指針に関する議論の進展ということでございます。それからタラノア、これはフィジーの言葉でちょっと分かりにくいのでございますけれども、何を一言するかと言いますと、2020年にパリ協定が約束期間に入った後にですね、その2030年目標、これからこれまでずっと議論が出てきますけれども、これをですね、2020年よりも前に各国できるだけ目標の上積みができないか、そのためのこういろんな知見とか共有をできないかというため の、 その促進するための対話ということでございまして、これの枠組みを作ろうと。それから最後は、政府だけではなくて企業自治体等のですね、取り組むグローバルな気候変動対策を推進するということで、これはおおむね達成できたというふうに思っております。一方で一つ飛びますけれども、気候変動交渉で常に存在しているですね、できるだけその、先進国だけでなくて途上国に対しても明確なルールを適用したいと思っている日本を含めた先進国、それから、途上国の中でもですね、より厳しい目標を立てたいという例えば海面上昇とかの影響を受ける途上国、それから新興経済国でですね、経済成長との関係でできるだけ柔軟なルールを作りたいと思っている国との間でのですね、せめぎ合いあるいは立場の違いというのがありますので、これが引き続き来年以降の課題になるということでございます。それから次の気候資金変動サミットの方で触れますけれども、気候資金、先ほどESG 投資に見られる気候変動対策の資金の需要の大きさという話もございましたけれども、これをどのように動員していくかということも議題となっておりまして、これも来年にこう続いていくということでございます。次に移らせていただきます。パリで行われました気候変動サミットでございますけれども、こちらはフランスのマクロン大統領が12月12日、これはパリ協定ができてちょうど2周年になるのでございますけれども、その時に国連とセギン等で共催で開催したということでございます。その言ってみればパリ協定の実施の機運を高めるというのが最大の目標でございまして、 COP の交渉と重複しないという観点から、先ほど触れました気候資金、つまり気候変動対策に必要な国際的な官民の資金をどのように導入して、かつスケールアップするかということが大きな課題でございました。各国から百数十カ国が参加しまして、首脳レベルで50カ国近くというふうに主催者は言っておりますけれども、多くの国が参加することでその機運は高まったというふうに考えております。日本からは外務大臣、それから河野外務大臣、それから渡嘉敷環境副大臣が参加したということでございます。この2つに関連しまして、これまで の、 皆様のご検討の中で触れられている化石燃料についての動向について簡単に紹介したいと思っております。この前提としましては、やはりグローバルな流れでその再生可能エネルギーのコストが非常に大幅に下がっているということと、それからそれに合わせてですね、その導入の規模がものすごいスケールアップされていると、一部の試算では再生可能エネルギーの導入の量の方が
化石燃料よりも最近は増えているといったものもありまして、それに合わせて投資も非常に増加している、その流れをどうやって取り込むかというのが一つの議論になっております。その観点からやはりですね、石炭を含む化石燃料に対する厳しい見方があったというのはこれは、事実でございます。その例としまして、例えばですけれども世銀の総裁の発言としてここに掲げております、配布資料が若干一般のあるいは傍聴の方との関係で古いものが言っていると伺っておりますけれども、原則として石油ガスへの上流部門への資金支援は石油としては今後行わないということを表明したり、あるいは先ほども触れられ委員の方が触れられているイギリスとカナダが主導する石炭火力から徐々にフェーズアウトしていくための、連合が作られるということ、それから、投資家が、企業等に対してより積極的な気候変動対策を訴えるというこの、動きであると、それから、国際開発機関、それから援助機関との間でやはりこれもできるだけ代替エネルギーに対するあるいは持続可能な投資を促進するというものでございます。こうした流れがある中でいかにですね、その気候変動対策あるいはパリ協定に合致した政策を各国あるいはその事業者それから自治体が進めていくかというのが今の大きな動きになっているという課題になっているというふうに言えるかと思います。最後でございますけれども、その中で日本としましてはですね、日本としての先進的な技術あるいはそのイノベーションというものを気候資金のためにつなげていくということを河野外務大臣の方から発表しまして、具体的に挙げている項目について強調いたしました。特にその ESG 投資に向ける日本の取り組み、それから先ほど国際的な基準を定めた上でそれに合致する後押しをすべきという委員のご指摘がございましたけど、まさにそうしたことを日本で進めていて、東京オリンピックまでにそれの大幅な拡充を目指すといったこと、それからこれもいくつか出ておりますけれども、イノベーションの技術、特に水素技術あるいは燃料自動車、それから燃料電池の自動車、それからつい最近行われましたけれども観測衛星の打ち上げ等を通じてですね、日本として取り組んでいくということをアピールできたというふうに考えております。そして最後でございますけれども、その中で日本がその、皆様が今ご検討いただいております中期、2030年目標を超えた2050年をいかにその経済成長につながるものとしてやっていくかについて日本としても重視しているということを申し上げたという次第でございます。これを国際的に日本も含めてどのように進めていくかというのが今後の外交分野での課題というふうに認識しております。以上でございます。はい、ありがとうございました。環境省の説明の前に世耕大臣をお目になりましたので一言お願いしたい。今日は委員の皆さんには大変年の瀬のご多忙の中お集まりをいただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、2030年目標の実現に向けた残りの論点であります、原子力、火力、資源確保などの論点について、活発で、忌憚のないご議論をいただいたと、報告を、受けております。原子力は引き続き安全最優先の再稼働に取り組むとともに、福島復興ですとか安全性の一層の向上、そして防災バックエンド対策も含めて社会的信頼の獲得に努めること、そして火力については発電の高効率化ですとか市場機能の活用を通じて低炭素化の一層の促進に取り組むこと、そして資源確保については自給率の低い日本にとってエネルギーセキュリティの確保が重要でありまして柔軟かつ戦略的な資源戦略を展開をしていくことといった課題が存在するわけであります。今日は委員の皆さんからいただいたご意見ご示唆も踏まえながらですね、こういった課題を総合的に解決していく道筋と対策を明らかにして2030年目標を確実に達成していきたいと考えております。また本日は外務省環境省からですね、COP23 の報告ですとかパリ協定を踏まえた2050年 80% の温室効果削減に向けた取り組みの状況についてご報告をいただいているというふうに承知をしています。また2050年 80% 削減という目標はですね、従来の取り組みの延長ではとても実現が困難でありまして、 CCS ですとか再エネ蓄電池原子力などですね、あらゆる選択肢の可能性とイノベーションを追求していく必要があると思っております。別途ですね、エネルギー情勢懇談会でも議論をいただいてますが、そこでの議論も踏まえながらこの分科会でも今後2050年視点でのご議論もいただいてですね、日本の進むべき道筋を見極めていきたいというふうに考えておりますので引き続きよろしくお願いをいたします。はい、ありがとうございました。それでは環境省から。はい、ありがとうございます。このような機会を頂戴しまして本当に感謝申し上げたいと思います。それで資料の、はい、
それで資料の説明はもう思いっきり短くさせていただきまして、むしろ最初に私どもの環境省の最近の考え方、立ち位置というのをちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。私どもですね、今自分たちの事業ポートフォリオを変えていこうというふうに考えております。1971年に公害を対策を任務とする環境庁として発足しまして、90年代には地球環境問題をポートフォリオに追加しました。2011年以降は放射性汚染物質対策取り組んでおりますが、この気候変動というこの大きな問題に対応するために、今私どもは環境とそれから社会経済上の諸課題の同時解決、これを図っていくんだということをですね、テーマに掲げたいと、そしてそのための取り組みを強化していきたいというふうに考えてございます。もう少し言葉を補足させていただきますと、環境、特に気候変動への取り組みというのをうまくデザインをするということで、例えば日本がですね、今直面をしているいろいろな課題、生産性を上げなきゃいけない、高齢化に対して取り組んでいくと、あるいは地方を活性化していかなきゃいけない、そういったさまざまな課題の解決にお役に立てるような、そういった政策を提案し実行できるような、そういった役所になりたいというふうに考えているということでございます。それを申し上げた上で資料のご説明に入らせていただきたいと思いますが、本当簡単にさせていただきますが、2ページスライド2枚目見ていただきますと、パリ協定のポイント、それから環境省の考え方書かせていただいておりますが、ご案内のとおり2度目標というものがパリ協定に規定されております。それに加えましてパリ協定の中にはですね、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランスを達成するんだという、まあ、長期の目標も掲げられています。これはつまりですね、将来的には今世紀後半にはですね、実質的に排出ゼロを目指そうと、何もしないままで化石燃料を燃やして大量にそのまま大気に排出をすることはもうできなくなってくるような、そういった社会ができてくるんだということをしっかり認識をする必要があるというふうに考えてございます。私もこういった長期大幅削減、この方向性は一つというふうに思ってございますけれども、その実現に向けた道筋というのは多様な可能性があると思ってございます。この持続的な可能な発展と、あらゆる施策を長期的に大幅削減と成功的なものにしていく必要があるというふうに考えてございます。その関連で長期低排出発展戦略、これを政府全体として作っていくことが必要でございます。この戦略につきましては、気候変動対策を新たな成長につなげていく未来への発展戦略として作っていきたいというふうに考えているということでございます。3枚目に移らせていただきます。この2050年 80% 削減、これを目指してどういったアプローチをしていけばいいのかということで、地方環境審議会でご議論いただきました。先ほど申し上げましたように、環境経済社会の問題の同時解決というのが基本的な考え方でございまして、それを実現するためには国内でもそして社会全体でも大幅に減らしていくんだ、それに貢献をするんだということと、やはりイノベーション、技術や経済社会システムを新たにイノベーションで生み出していく、連続的にこういったイノベーションをですね、追求していくということが非常に重要だと思っております。そして大幅削減の S 型といたしまして、低炭素電源9割以上ということを提唱させていただいております。具体的にはですね、徹底的に省エネルギーを進める、そして電化を促進する、そしてエネルギー供給はいわゆる低炭素電源、これは再エネ、 CCS 機火力、原発が該当いたしますけれども、そういったもので大きくですね、賄っていくということでございます。なおこの原子力発電でございますけれども、これは IPCC、気候変動に関する政府間パネルが公表しました第5次評価報告書におきまして、再生可能エネルギーですとか CCS 機火力発電と並んでこの低炭素電源の一つとして位置づけられているというふうに承知をしてございます。その施策の方向性としまして、カーボンプライシングの導入ですとか、あるいは環境情報の整備開示、革新的な技術開発普及、環境金融、さらには規制的手法といったようなことがその中で述べられているということでございます。これは今後政府全体で議論する長期戦略の土台の一つとなるものというふうに考えてございまして、現在そこに茶色の線で書かれてあるようなフォローアップをしてございます。中央環境審議会の長期低炭素ビジョン小委員会という中でですね、さらに検討を深めておりまして、その中ではですね、我が国が有する多様な技術ノウハウといった強みを生かしながら国内外の長期大幅削減と技術成長を実現していく複数の三菱地図についてですね、検討していきたいとしているという状況でございます。最後のページになりますけれども、こちら2030年度 26% 削減でございます。この 26% 削減は必ず達成しなければならないものだというふうに認識をしてございます。特にですね、この観点では再エネとそれから石炭火力についてお話しさせていただきたいと思いますけれども、再エネもですね、今から
その再エネの主力電源化に向けた取り組みが必要だというふうに考えてございます。2030年でその時点でですね、もうこの先もう増えませんよとばったり倒れてしまうような、そういったことではいけないというふうに思ってございます。その先もさらに再エネの導入を進めていけないと いかなければならないということで、この再エネの主力電源化に向けたですね、取り組み基盤整備の加速が必要だというふうに私も考えてございます。それから石炭火力でございます。石炭は2030年度削減目標の着実な達成と、それ以降のさらなる大幅削減への道筋が必要だと考えております。長期的にはですね、石炭に限らず CO2 の多量の排出事業者に対しまして CCS を実装をしていただくということは不可欠になってくるのでないかと考えてございます。今から技術開発や制度面での検討を産学官一体で、そして国際連携をしながら進めていく必要があるというふうに思ってございます。最後に原子力発電について補足させていただきますと、ご案内のとおり環境省独立性の高い三条委員会であります原子力規制委員会が外局として設置されて、ございます。原発についていかなる事情よりも安全性を優先して原子力規制委員会が科学的技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適用すると認めた原発についてその判断を尊重するというのが政府の一貫とした方針というふうに認識しております。ただその原発の依存度については省エネ再エネの導入などにより可能な限り低減させるということが政府の方針でもございます。この方針に沿って環境省としても再生可能エネルギーの最大限の導入を進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。皆さんお気になりたい点いくつかあると思いますが、事務局の方にもし今日の説明の中で、もう少しこういう部分を聞かせてくれというのがありましたら、事務局の方へ伝えていただければというふうに思います。続きまして最後になりますが、前回の分科会で、先ほど辰巳委員からもちょっと触れられましたけれども、この国民からの意見募集のあり方の提案に対するその事務局側の考え方をちょっと説明をしていただきたいと思います。一言だけ資料5をご覧ください。この前回の分科会で辰巳委員から幅広く意見を聞くシステムを導入したらどうかというご提案がありましたので、それに基づきまして新エネルギー庁のホームページ上に意見箱を設置いたしまして、いつでもですね、電子メール、ファックス、郵送等で意見募集をやっていきたいというように考えてございます。来年の1月に設置をいたしまして、エネルギー基本計画のパブリックコメントが実施されるまで、少なくともその期間、意見箱を開いた形にして、幅広く意見を募って、集まった意見につきましては、この分科会で適宜ご紹介をしていきたいというふうに思ってございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。先ほどの意見交換で中上さんだけ発言されてなかったのでちょっと、じゃあせっかくいただきましたので時間いただきます。一つだけ資料のですね、お配りいただいたページ63に太陽熱機器の絵が入ってるんですが、いかにも大昔の絵が入ってましてですね、こういう太陽熱だから普及しなかったわけでありまして、これは組み置き型といいましてですね、もう典型的なもうこの太陽熱が出てきた時のやつで、今はもうこれシステム利用して給湯システムと組み合わせてもっとスマートでですね、これだけだとそのお風呂にざっと落としたら終わりなんですが、暖房なんかとても使えない、絵をぜひ見直してください。高階部長にあんまり一文つけちゃいけないからって遠慮してたわけであります。でもう一点ですね、これ2030年か2050年にかけての課題になるんだと思いますけども、原子力についてはいろいろご議論ありますけど、やるかやらないかということで技術的なことはほとんど常に終わってるんですが、再生可能エネルギーを徹底的に導入したときに我が国どうなるんだって私一度見てみたいんですね。それコストもそうですし、それから敷地条件とか日本の国土条件ですね、から海洋の条件も含めて諸外国とは違った地政条件の中でやらなきゃいけないわけで、そこでどういうふうな本当に絵が描けるのかって一度見てみて、その上でですね議論しないと、なんかこう置き換えたらすぐできるようなふうに一般の方も大思いになっていらっしゃると思います。都市部ではほとんど集合住宅が中心ですから、ここの屋根に太陽光を置いてもですね、全部のうちにはとてもいかないわけですから、とても蓄電池並べたところでの簡単ではないわけですね。そういったことを含めるとですね、まだまだ明らかになってないその状況があると思いますので、ぜひそういうのを出していただいてですね、その上で国民の方にもご意見を伺うとすると、もう少し足についた議論ができるんじゃないかと、ぜひどこかでお願いしたいと思います。ありがとうございます。お時間じゃいただきました。私もこの国は小さな国で結構人口多い中で、やっぱり最後地産地消でこの熱利用省エネ、
ここが相当あるんじゃないかというような思いをしてまして、いやまあ今中上委員のご指摘のような熱利用のところももう少し重点入れておいてやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。それでは全体通じて事務局の方から長官から先に。今日はいろいろとありがとうございます。実は私もですね、2030年のエネルギーミックスはおそらく今手元にある技術の体系がある程度改良するだろうと、そういう期待も込めて、ある種実現可能性も含めて、安全保障、温暖化、経済性安全と、この4つの時点でのある種の目標を定めたものだと思っています。で、確かにこの3年間大きな価格の変動も起こっていますが、その価格の変動が本当に、要するに技術の革新を伴ったものなのかどうかっていうのはなお見極めを要する時期だと思っています。だとすれば2030年の目標についてはですね、現在の進捗、いくつか議論ありましたけど、再生可能エネルギーの投資の意欲についてはですね、相当程度あるというのは前回お示ししました。原子力の再稼働についても原子力事業者はなお再稼働を進めるという意欲を持っております。石炭火力の新設の議論ばかりされますけれども、ガス火力の増設の計画というのもたくさんあります。で、こうした中で2030年のエネルギーミックスが本当に実現できるかどうかっていう議論をしたときに、一応事務局の仮説は再燃、おそらくコストが問題になります、ネットワークの利用が問題になりますということを前回申し上げましたし、原子力については原子力事業者の意欲だけではなかなか突破できない社会的な信頼の回復という壁があるだろうということを申し上げました。それから今日ご議論になった石炭とガスの比率については、これについては今日ご説明しましたように、電力の小売サイドに対して高度化法でルールをはめて、省エネ法で供給サイドでルールをはめて、ある種全体の制度的な枠組みの中で CO2 の突破がならないような仕組みを提案しているということであります。したがって30年の問題については、こうした事務局の提案をだけではない論点も加えながら、でもなお日本のエネルギー事業者が全てのエネルギー投資についてある種意欲的に取り組んでいるという現実の中で、コストを抑えながらこのプランが実現できるかどうかという議論について我々の方もう少し提示をしていきたいと思います。一方で2050年の世界になりますと、日本が出している温暖化排出量12億トン、それだけの視野ではなくて、おそらく世界全体で300億トンを超える CO2 が出ている、そのグローバルな視点をどうするのかとか、世界各国がどういう戦略を取っているのかだとか、それから今日石炭の議論もだいぶ出ましたけど、石炭火力がなお多くの途上国で一つのエネルギー選択として2040年を展望した場合でもなお残るという現実をどう直視するのかとか、そうした議論も含めて、で、私自身も坂根会長おっしゃったように、技術の革新を日本の中でどれだけ先駆的に生み出せるような仕組みを生み出して、産業界がそれに応えることができるのかという視野も含めた議論が必要だと思っております。非常にタイトな時間の中でいろんな論点を積み込んでいるというお叱りを受けましたが、一個一個再エネ、今日は化石と原子力ということでございますけれども、委員の皆様からいただいたご意見についてはすみません、個別個別にまたちょっとご訪問させていただきながら議論を深め回答を探っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうございます。事務局から何か。ちょっと時間をオーバーいたしまして大変恐縮でございます。失礼いたしました。次回ですけれども、今年はもちろんこのタイミングで終了でございますけれども、次回につきましてはまた改めてご連絡をさせていただいて、1月には開催、1月には開催できるように準備をしていきたいというふうに、1月からもちろんその1月からできる限り早いタイミングで開催できるように準備をしていきたいというふうに思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。ちょうど15分のオーバーで終わりましたので、長い間ご議論いただいてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。